はい、皆さんこんにちは、サンズです。今回はペンタブって使いやすいんですかっていう質問をいただいたので、実際に使っていくところをちょっと見せながら紹介していけたらと思います。まずペンタブとマウスの大きな違いって何かっていうと、僕はもう断然ペンタブしか、もうペンタブを使わないことはないというか、ペンタブじゃないと編集もできない体になってるんですけど、もうマウスだとちょっと僕はしんどいですね。あくまでどっちがいい悪いってことじゃなくて、いろんな人がそういう風に使ってるので、一個考えというか、そういう違いがあるんだっていうことで分かってもらえればいいんですけど、そのマウスで、僕も最初はもちろんもう生まれた時からマウスでやってたわけじゃなくて、途中からペンタブにやったんで、そのペンタブの移行した時とかもちょっとめんどくさいなと思ったりもしたんですけど、慣れるとやっぱペンタブの方が断然早いです。ですね、ペンタブじゃない、まずマウスだと、例えばカーソル動かすとき、こういう感じで動かすと思うんですね。多分ちょっとだけ入ってると思うんですけど、画面に。で、その、もちろん、マウスの、なんて言うんでしょうね、その、速さとか範囲によっても、この、ここでの実際の可動域というか、動きって多分違うと思うんですけど、ほんとちょっとの動きですごい動かせる人もいると思うんですけども、僕がやっぱり一番どう違うのかっていうのを、言語化するとしたら、多分マウスって一回一回、多分マウスのこのカーソルを探すところから一瞬始まると思うんですよ。目が相対的じゃないですか。このカーソルがあるから、あ、ここかって、画面のここに持ってきたい時に、今マウスでやっていくと、こうマウスのポインターを探して持っていくみたいな、多分一瞬のことなんて、多分皆さんこうすぐやるんで、いやそんなん速攻でできるっしょって思うかもしれないですけど、画面の端っこに持ってきたい時も、こうなんて言うんでしょうね、ちょっとカーソルを探すというか、一回カーソルをぶつけてちょっと戻すみたいな、こういう所作になると思うんですよね。で、多分今多くの方がそれでマウスやってって不自由ないとは思うんですけど、さらにこう速くなりたいみたいな人がいたら、断然ペンタブの方がいいです。っていうのは、ペンタブってこれがマウスと違うのが、これ相対座標じゃなくて絶対座標になってですね、ちょっと難しい言葉になるとあれなんですけど、こう画面の中のものがここに収まっているイメージなんですよね。なんで例えばもうカーソルを探す、ポインターを探すってことをしなくていいんですよ。ここと画面とここがもうリンクしてるんで、究極左上に持ってきたいと思ったら、ボンでこうついたらもうここに来るんですよね。わかりますかね。なんで、なんて言うんでしょう、イメージ的にはマウスは僕の中では嫌味なやり方でやると、こうやってるイメージなんですよ。一回一回こう。嫌味なやり方ですよ、これはあくまで。もっと多分みんなシュッシュッってやってるんで、いやいやって思うかもしれないですけど。でそういう意味で言うと、やっぱペンタブって使うと、もう、ここと画面が完全にリンクするんで、自分の体感的に、その、動きの精度が一個一個上がってくるんですよね。こう探す手間がない、もうどこでももうペンタブでパン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 って選べるようになるんで、非常にこう早くできるようになります。ということで、まずペンタブとマウスの大きな違いっていうのが少しだけ分かったかと思います。やっぱり例えば僕これ一番の違いだなと思うんですけど、フォトショーで例えば丸を描こうとしたら、こうなるっすよね。もちろん丸でうまく描ける人もいると思うんですけど、でペンタブで描いたらもうこうなんて言うんでしょうね、もう明らかに滑らかさが違うじゃないですか。その絵を描く描かないじゃなくて、その所作の、わかりますかね、ペンタブのいいよって描くのと、これ僕が下手なのかもしれないですけど、ペンタブのこう描くのって明らかにこっちの方が自分の望んだ結果になってると思うんですよね。やっぱ鉛筆とかと一緒だし、馴染みがいいのは多分僕ペンだと思うんですよね。僕ペンでも下手だけど、なんて言うんでしょう、マウスで丸を描けって言われると、やっぱちょっと僕下手だとは思うんですけど、やっぱ明らかにスピードとクオリティが違うじゃないですか。このスピードとクオリティの差が編集のスピードとクオリティの差にも僕はなると思うんですよね。めちゃめちゃ偉そうなこと言ってるけど、多分大したこと言ってないですけど、だと思うんで、ぜひね、覚えてもらえたらすごく便利なものだと思うので、ぜひ試してみてください。はい、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございます。今回はペンタブとマウスの違いについてご紹介しました。詳細欄にワコムのペンタブのリンクとか貼ってるんで、ぜひ見てみてください。ちなみに僕ペンタブはインティオスプロのちょっと一個前のモデルを使ってます。このもうちょっと驚愕縁のモデルもあるんですけど、あえてこのモデルを使ってます。っていうのは、ちょっとここの幅が広い方が、なんて言うんでしょうね、ちょっとこう段差があると、このヘリに手が当たって痛くなっちゃうんですよ、ここに。で、それもあるんで、こう、普段使うときは、ちょっとここのヘリに厚みがある、
1個前のモデルを使ってます。ちょっとよく聞かれるんでお答えしました。新しいモデルはもうちょっと強化縁になってて、その携帯性に優れてるんで、それはそれでいいんですけど、ちょっとそういうなんて言うんでしょう、ここの余白の問題で、僕は今このインティオスプロの1個手前のモデルを使っています。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございます。このチャンネルが面白かったという方はチャンネル登録と高評価いただけるとありがたいです。今回はペンタブとマウスの動かし方の違い、編集の効率の違いを少しだけお話ししました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。サンゼでした。ではまた。